わ、立派ですね。でかいね。いや、異様だな。絶対絶命。おお、見てください。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが桜の花びら岡さんです。平岡、平岡さんだ。いや、桜の花と点々いらんかったよ。すいません。いや、平か、そもそも。まあ、平ね。平岡さんを平平岡だと思ってて、ってなったらもう桜の花びらしかないです。しかないことないけどな。マタドールだってひらひらかわすやん。いや、おい、そう、サッカー選手。いや、違うよ、闘牛士な。あ、すいません、うん、また殴られる。殴ってないよ。裏で殴ってるみたいな感じ出すな。すいません。トリケラトプスケンやん、バキの。一緒です。うわ、頭これね、はい、ちょっとなんか続きって感じになります。はい、続きですね、はい、何の作業かちょっと言っちゃってください、平岡さん。カブトムシの角を作ろう。いや、おい、それなんかやっぱりおい、違うわ。あ、違います。あ、1個目の動画でやったやつ残ってると思わないでください。消滅されてる可能性ありますから。違いますね。違いますよ、はい、前半でやってたじゃないですか。人工養殖に移していこう。はい、はい、素晴らしい、お見事です。はい、まあ今人工養殖に大型系のカブトムシを移してまして、はい、そうです。まあ詳しくは前編の方で見てほしいんですけど、うん、まあざっくり言うと、うん、飼育スペースの確保、はい、このケースを他の幼虫に使いたいっていうのもあるんで、はい、ちょっと早めに人工養殖に移す必要がないパターンの子も、うん、含めて移していこうっていう感じになります。そうですね、はい、はい、それの続きですね。はい、はい、で今のところ7匹移し終えて。そうだね、はい、で1匹は、まだ全容になりきれてなかったんで、うん、その子は1回戻して、はい、残り9って感じになるんで。そうよ、はい、これをまあ移していくんで、ちょっと無事かどうかも含め、はい、ちょっとやっていきましょうか。やっていきましょう、はい、前回は前回でね、すごい立派な子も現れてきて、うん、ね、いろんなサナギが見れますからね。そうですね、今回は、うん、なんで今回も種類でと同じような感じで、はい、コーカサスとヘラクレスがメインかな。あ、いいね、になると思うんで。サナギか全容か。そうですね、だからまあ動画的には、うん、サナギの方が嬉しいですよね。そうだな、うん、そう、やっぱ普段見れない姿なんで、うん、飼育してないと見れない姿っていうの出てくるんで、まあみんな無事であれば、まあ、角曲がってる、まあ、できれば曲がってない方が嬉しいですけど、うん、まあ、角曲がっててもとりあえず元気な子っていうのを、はい、祈りつつ早速やっていきましょう。いきましょう。の前に、お、青くならさせていただきます。青くなっちゃう。ちょっとお子さんの目は塞がしといてください。塞がしといてください。うっ、あ、うっ、逆逆って何やってんの、まず。うわ、ダメージあんの。すいません。いや、最後これだけ言わせてください。何ですか。チャンネル登録ありがとうございます。いや、このチャンネル終わっちゃうのに。最後なら。ありがとうございます。残したいんや。行こうは、僕の地元の友達がバイクいじる生配信永遠に続けるチャンネルになります。クワカブの部屋の名前で、はい、バイクいじる、バイクいずる。誰ですか。いずる国ね。ああ、すごい、日本ってこと、ね、いっぱい喋る。間違ったから、なぜなら傾向、そうです、間違えた人の傾向で。なんだ。あ、ごめんなさい、今のおかげで生き返りました。あ、よかった。あぶね、変えるんや。はい、僕ミュウツーなんで。なんで自己再生能力あるんですよ。関係なかった、俺。すいません、割れちゃいましたけど。はい、これね、ちょっと青くならさせていただいて、はい、はい、じゃあ早速やっていきましょうか。いきましょう。はい、もう上から順にやっていきましょう。いきますか。はい、あ、そうだ、ちなみに、あ、まあいいか。はい、一応聞きます。いや、何やったのかもう全くわからないから。いや、これって言っちゃってたんで最初に。あ、なんですけど、はい、今回お引越しする子たち、はい、こちらです。いい客。これをやりたくて。いや、それやりたくて。すいません。そしたらもう、うん、言っちゃったし、出ちゃってたし、ね、はい、しかも前半でやっちゃってたしっていうので、あ、まあ一応やりました、はい、やらせていただきました、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんチャンネル登録もありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあここからやっていきますんで。はい、はい、まず最初はヘラクレス。はい、ヘラクレス、ヘラヘラ、ヘラクレス、ヘラクレスですね。はい、の136。立派ですね。立派ですね。はい、で、9月25日に養殖って感じなんで、うん、もしかしたら全容かもしれないです。おお。あ、全容ですね。全容。はい。やっぱヘラクレス、ヘラクレス今年は今まで以上にちょっと幼虫を、その、飼育してて。はいはいはい。まあ、結構でかい子も、2年前とかに比べたらだいぶ大きくなってくれてるんですけど。すごいな、うん、その中でもやっぱ人工養殖に移し替えてる子も、うん、
まあ基本移し替えてるんですけど、その飼育スペースの都合で、はい、やっぱ羽化不全の子は出てきますね、大きければ大きいほど。なるほどね、うん、そこはちょっと心配はあるね。そうですね、序盤調子良かったんですけど、お、うん、ちょっと最近羽化不全の子が目立ってるんで、うん、なるほど、心配ではあるんですけど、まあこの子は全容なんで、はい、まあとりあえず今のところは、はい、無事だと思います。で、はい、基本的には、うん、僕の、まあ僕なりのおすすめの移し替え方みたいなのは、まずこれもう削っていくんですけど、はい、こういう感じでちょっとあれだけど、こういう感じでこう土が平らに入れてたのがこう陥没してるみたいな、そうですね、こっちがボコッとへこんで、はい、こっちがなんなら膨らんでるみたいな感じになってるのは、幼虫が養室を作るために土をたくさん使うんで、はい、下の方で引きずり込んでるんですよ、うん、その引きずり込んだことによってこう陥没してるって感じなんで、こういう感じですね、はいはい、こういう感じの雰囲気になってる、陥没してるなみたいな、はい、風に思ったやつは結構全容になろうとしてたりとか、洋室作ろうとしてるみたいなところがあるんで、はいはい、まあ一応参考にさっきの雰囲気を、でまず上っ面をどんどん取っていく。上っ面、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 上っ面を取る、上っ面を、はい、って言いながら削ってください。ですいや、そんなことないですね、はい、全く何の効果もないです、ね、はい、すいません、なんなら体力を消費するだけですそう、で、ここ見たらすごいね、ボコーっと、はい、ここ、こんなに、だから下の方をどんぐっと横に引きずり込んで、なるほどね、うん、これだから陥没しきらずに残ったって感じで、なるほどね、本当はここの中に土がボコッと入っていくんで、さらにこうへこんでると思います。すごいですよね、そう、なんかこっち側にあるって感じですね。なるほどね、洋室はさなぎの部屋が、うん、でこれ結構綺麗に作ってるんじゃないかなと思ってるんですけど、なるほど、そう、だからまあそんなに移し替える必要はないかなみたいな、本来であれば、はい、緊急事態とかいうわけではないって感じです。今回は目的がスペース確保というのが、いうことが、はい、目的なので、第一なんで、はい、だから僕の中で人工洋室をに移し替える理由っていうのは、まあ2パターンあってみたいな、はいはい、それを前半の方で話してるんで、うん、ぜひそれを見てもらえたら嬉しいですね。嬉しいですね、はい、こんな感じで、すごいね、はい、で全洋室の場所だけやっぱ硬いんで、こう削れないんで、そう、もちろん強くやったら削れるんですけど、もう軽くやる分には削れないところが洋室の場所だと、はい、そうですね、なんでもうここ、うん、こっからこっからここですね、はい、さあ、である程度削ったら、僕の場合は平行に、はい、平行にこう削るイメージ、下には行かないような感じ、ね、下に行くとやっぱさなぎとか全容にぶつかっちゃう可能性あるんで、幼虫とか優しく優しく気持ちも上に行く感じぐらいぐらいの感じで勢いで来ました、はい、はい、おお、出ました、はい、全容かな、全容チェックです。で、開いたら僕が全容チェック、はい、全容チェック、はい、さあ、どういう、優しくちょっと筆とかで、あー、ちょっと腹筋運動っぽい感じしますね、しますね、はい、これは全容になってる時になるこう動きなんで、はいはい、これ全容なんで移し替えられます、はい、なるほど、はい、この時にこういう腹筋運動じゃなかったり、うん、あとまあ今見づらいんですけど、顎、頭、そう、頭の部分にあのハサミ部分、顎みたいなのがあるんですけど、そこがまだ可動、動いてたりするとまだ全容になりきれてないんで、その状態で人工洋室に移し替えると、うん、人工洋室ボロボロにされちゃうみたいな感じになるんで、とりあえずこのちっちゃい間口だけ開けて、僕はちょっと刺激与えて確認してます、はい、なるほどね、はい、ですごい、顎とかがまだ機能してたり全容じゃなかったら、うん、このまま置いとくって感じですね。なるほど、このまま置いてたり、はい、あ、今ないんですけど、まあその良さげなね、はい、洋室のかけらみたいなのをこうやってかぶせて、うん、はい、開けてないよって幼虫に知らせる知らせれるのかな、わかんないですそれはここでいて大丈夫だよって知らせるっていう、まあ、これを開けすぎちゃったりすると、うん、全容じゃなかったらここ危険だとか、はい、壊れちゃってるから作り直そうっていうので一から別の場所行って作り出したりとか、うん、大変、2回家を作るって相当大変なんで、いや、そうよね、はい、体力もすごい、そうですね、そう、それで体力なくなって作った頃にはもう星になっちゃうっていう可能性もなくはないんで、なるほど、はい、なんでまあちょっと間口ちっちゃめの場所を開けて、はい、確認して全容だったら開けるちゃと、はい、全容とかさなぎだったら、はいはいはい、こいつはだいぶ綺麗だと思うけどな、綺麗になんか作ってるね、
うわすごいな、まっすぐ。あ、ちょっと取り出してみましょうか。はい、さあ割り出して優しく。おい、うわ立派ですね。でかいね。大きい。 100?36? あ、まあ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 でかい。大きいですね。そして、はい、もうちょっと事前に準備してある、はい、人工養殖なんですけど、これに、はい、こんな感じなんですけど、はい、もうこれ加水ある程度してあって、うん、何回か使ってるやつなんですけど、うん、これをまあ軽く慣らしてあげて、はい、だから人工養殖を作る動画みたいなのは、うん、あの過去動画に上がってるんで、はい、説明動画とかにあるかな多分っていう再生リストにあるんで、はい、よかったら見てください。多分ヘラクレススポンジ、これ吸水スポンジなんですけど、オアシスって言われる、うん、あの生け花とかに使われるやつなんですけど、はい、それのまだ削ってない状態のやつにヘラクレスのサナギを置いてるサムネがあるんで、なるほど、それよかったら見てください。はい、これで、うん、はい、これを置いていきます。立派ですね。はい、あとはまあ無事にサナギになるのを祈って、うん、そうよね、でサナギになったら無事に羽化するのを祈って、はい、っていう一時待ちの時間ですね。はい、でこの時に結構腹筋運動する時に上に上がってきたりとかするんで、はいはい、で上に上がってる状態でサナギになろうとしてたら角が結局曲がっちゃったりとか壁にぶつかったりするんで、たまにこう見かけて上に上がってるなと思ったら優しくこう下にトントンと行ってあげるっていういう感じで僕はやってます。はいはい、あくまで僕はですけど、そうですね、いろんな方のやり方がありますが、はいはい、そう分かんないんでね、はい、実際のところ森流として今言ってますね、はい、僕なりのにはなるんで。すごいね。でもこいつ綺麗ですね。めっちゃ綺麗に縦にね、うん、しかも深さもあってでかいし、そうですね、角度もしっかりして、うん、これだから大丈夫だったと思うけどな。綺麗なね、はい、露出ですね、はい、でイメージ的にははい、こいつお尻はぶつかってるんですけど、溶質、はい、まあ、ぶつかりすぎてるとその分、うん、その長さなくなってると思うんで、あの角曲がっちゃったりする可能性なくはないけど、うん、基本的にあんた、いや俺じゃないよ俺のせいにすんなよ、勘弁、気持ちよく話してるんですから。いや自分が落としただけよ、すいません。なんで、はい、ちょっとね、はい、かったか、トークもケースも落としがちなんですが、あ、落ちがあるね、はい、すいません、訂正です、トークは落ちてないですすいません、はい、頭の方がケースにぶつかってるパターンの時は、うん、結構角曲がる印象強いんで、逆向きだったら怖かったってことね、うん、そうですね、その場合は全容のうちに移し替えるのもまあありだと思います、うん、はい、はい、ちなみにちょっと断面図見てみましょうか。そうですね、ばっかりと、おお、こんな、すごいな、すごいっすよね、綺麗にね、綺麗に作ってますよ、こんなでかいな、ほら、こんなです、うわ、これも浮かすの、これも基本はしないですね、しいよな、はい、しそうな感じで話し出すんだってそう、これこんな風に作ってるんで、すごいですよ ね、 すごいね、こんなカチカチで、うん、一生懸命作ってくれてるんで、そういう結果のもと生まれるわけです、はい、そうですね、バキバキにね、こう回していくのが見守りと、はい、ったところでしょうか。全容たちからクラッシャーって呼ばれてます、ね、あ、そうね、はい、もう基本もう向こうは周知なんよね、そうだから、はい、なんか盛り上がってますね、盛り上がってるかな頼むよ、BGM 頼むよ盛り上がれーボーイガールマンでしょ、何ボーイガールマンって略して BGM、 いや違うよ、あ、違うんす、違います、バックグラウンドミュージックね、頼むぞ BGM、 BGM 頑張れ来年の24時間の100キロマラソン、24時間マラソンは、はい、BGM で決まりかもしれないですね、そんなことないよ、決まらないもん、誰、はい、決まったところで、はい、見事にね、はい、次したところで、お、次セプテンです、セプテン、ドリオナリス、はい、また、あ、まあサナギがね、サナギ出てないからあれですけど、多分こいつサナギだと思う、お、下手したら羽化してんじゃないですか、え？って感じの子でもあるんで、それはいいね、そうですね、うん、これが 85g、 85、まあサナギだとして、まあちょっと小ぶりめって感じですね、はい、120mm かなぐらいの、まあでもね、はい、まあでも十分立派な、で、もう絶対、これはもうほぼサナギか
羽化なしてると思うんで。どっちか。あ、ごめんなさい、全然幼虫でした。全然幼虫です。はい、そうね、そういうね、なんか間違いもねあったりするから。全然幼虫だ。全然幼虫ですね。ちょっと足しとこうかな。さあ、全幼でもなかった。全幼でもなかったです。全然幼虫です。まあそう思ってましたけどね。いやいや、羽化してる可能性あるって言ったら。すいません、ちょっと遅れてるな、この子は。はい、これが6月。まあまあ、もうちょいかかってもおかしくはないか。まだね、これからがあるから、はい、そうですね、はい。さあ、そして次は、あ、次セプテンです。次セプテン、はい、これも間違いなく羽化がさなぎになってるんで、これは間違いない、はい、これは間違いない、これは間違いない、はい、じゃあ6月、去年の4月なんで、もう1年半経ってるんで、うん、おー、じゃあ十分、もう平均、はい、大体このぐらいのタイミングで羽化 してるんで。なるほど。基本的にはちょっと頼みます。あ、やっぱそうです。はい、全容です。全容です。さなぎにもなってなかったですね。なってなかったです。まあでも全容なんで、はい、取り出していきましょう。まあ全然幼虫ね、はい、略して全幼。いや違いますよ。クワカブの部屋用語で。そう、はい、はい、違います、はい、これはね、これは全幼、はい、さなぎ前、さなぎになる手前の状態、準備段階ですね、ここで。ちょっとだけ斜めでここぶつかってるんですよ。おで、体重的には89か、はい、なんで、まあこんだけだったらまあ大丈夫かなと思います、はい、この中でも長さ的にね、はい。すごいな、これがね、把握するの難しいね。まあでも僕の今までのっていう感覚なんで、実際ぶつかって角曲がる可能性もあるんですけど。あ、すごい、こっちの穴からね、はい、ここにも見えてる。そう、ここまで見えてるわ。ここある、見えます、見ますね、はい。そう、これがだから 130g とか 140g のヘラクレスの幼虫、ヘラヘラの幼虫とかだったらちょっと怖いかなみたいな。なるほどね。ちょっとぶつかっちゃうかもねみたいな感じです。さあ、どうでしょう。はい、はい、はい、腹筋してますね。してます。顎も機能してないですね。もう完全に動かへんですか。そうですね。なにこれ。おお、ちょっとなんかかさぶたみたいな。これなんかこういう風になったりするんで、うまや、ちょっと心配ですよね、こういうの。なんか続いちゃう。うん、こういう、こう脱ぎきれないみたいなこともあったりする印象あるんで、る心配ではありますけど、まあ、ちょっと無事を祈って、はい、入れていきましょう。入れていきましょう。軽く鳴らして、はい、入れる。まあでもさっきのヘラヘラとだいぶサイズ感違いますよね。やっぱ違うね、うん、やっぱり。あとはね、無事に浮かしてほしいね。そうですね。で、このラベルも貼り直すと。はい、ひろかさん、スパイファミリー見てます？漫画で見つけるね。うん、アニメで見てないのよな。アニメめっちゃいいですよ。可愛いよね。可愛いですね、アーニャ。一気に人気になったな。そうですね、うん。え、いつ頃からやってるんですか、あのアニメ。あ、漫画で。漫画はどうや。結構前からやったんですか。3年前とか。あ、もうそんな前か。うん、2、3年前ちゃうかな。あ、そっからやっぱアニメで火がついた感じですか。まあそうやね。まあ人気は人気だったけど。だからアニメになってる。まあまあそうですね。まず最低条件。まあただあのアニメでのアーニャのあの可愛さが、はい、やっぱ TikTok か。まあ TikTok からね、まあ、一気にいったね。よかったっす。見てるんや。いや、めっちゃ見てます。昨日も見て。それ2期やってんねんだっけ今。2期入りました。はいはい、はい、今ようやくワンちゃん、あ、と出会ってる途中ですね。はいはい、はい、いや、いいね、はい、スパイファミリー。いや、スパイファミリーもぜひ見てください。はい、言われなくてもね。まあ見てないと思うけど。やっぱ結構似てるんで、僕のチャンネルと。いや、全然似てないわ。ぜひよかったら。何もないわ、マジで。何も被るとこなかった。マジですか。うん、はい、自分なりにどこが被ってると思ってる。え、お出かけのことをお出かけっていうところ。言ってないわ、普通に噛んでるだけやから。こっちの、あと、ありがとうございます、うん、あざざますっていう。いや、まあアーニャがやるから可愛いんだよな、あれ。あ、そうですね。30の男がやってる、はい、いやでも、アーニャはあざざますじゃないですか、うん、違う、僕はあざざます、うん、いや、そう、はっきり、はい、ミーニャ、ミーニャやめろ。いや、やめろよ、ミーニャ。そんな、俺の母親から呼ばれる呼び方。やきつ。母親きつ。やめろよ、はい、名字でね、うん、まさかの名字を頭にするという。うん、大好きやろな。いや、そうなんですよ、僕大好きなんですよ、一応。まあ、一応。
違うって何だよ、よくわかんないけど、はい、すいません、鈴木一郎、うん、あー、鈴木一郎ね、はい、すいません、はい、笑いのワンダ製造機というところで、あー、そうですね、ちょっと引かないでくださいよ、ゲッツーです、あー、ゲッツーですか、ゲッツー引かれてるな、はい、で、はい、次が、はい、ジャワコーカサス来ました、コーカサス、はい、の88ほなんで、ですね、まあ、ジャワコーカサスだったら角はしっかり伸びてくれてるかなみたいな、ね、適当にごめんなさいね、言っちゃって、はい、立派だとか、ああ、いや、まあ、確かに早いっすね前編の余韻がすごいですね、すいません、はい、いや、でも全然それを分かってくれてるっていうのはありがたいんで、はい、で、もうサナギです、はい、サナギ、さあ、ひっくり返しましょう、皆さん、はい、で、ちなみに僕、サナギの、うん、これひっくり返すんですけど、はい、掘り返した方が安全です、はい、で、僕、ひっくり返すときは、うん、ここにサナギがあって、はい、ここにあって、こっち側がお尻なんですよ、ほう、で、こっち側が角なんで、はい、角が、あ、うん、角がこう、壁にぶつかっちゃうと、うん、よりこう、傷つく可能性あるんで、気持ち、そういうことね、気持ち若干お尻側を傾けて、で、そう、スペース内でぶつからないように意識して、はい、落とすっていうイメージで、はいはい、僕はやってます、そうですね、まあ、参考になるかわかんないですけど、テクニックですね、おお、はい、いますね、いますよ、これね、うん、ここからね、いや、異様だな、うん、さあ、行きましょう、すごいね、化石みたい、そう、で、これぶつかってないからね、あとはどうか、角が伸びてるやつなのかどうか、どうでしょうか、おお、もう、綺麗、綺麗に、綺麗ですね、はい、はい、綺麗でした、すごいね、この角よ、うん、十分立派な、うん、角になってくれてるかな、すごいな、いや、すごいですよね、うん、ヘラクレスとはまた違うね、いいね、この動画ではまだヘラクレスが出てないんであれですけど確かにな、まだヘラクレスのサナギがね、そうですね、今後出てくると期待して、はい、いやー、すごいわ、こんなのが埋まってんやな、いや、そうですね、これ何、天敵で言えばこの状態って何なの、モグラ？モグラとか、うん、モグラとかが強いんじゃないですか。まあ、潜ってきてね、うん、食べられるとしたら、まあ、そうか。はい、まあ、でもネズミとかもあり得ると思うんですよ。ネズミ系。ああ、なるほどな。もうそういうなんからね、うん、もう来ないことを祈るしかない状態やで。そうですよ。だからまあできるだけ硬くなってるのもあるんでしょうけど、部屋というか。そうやね。向こうが掘り、はい、掘るのを諦めてくれるのを待つしかないのか。すごいな。すごいよね。じっと待ってね。怖いやろな。怖いですよ。うん、怖かったな。いや、なんでサナギの過去あったの？ないって。あ、ごめんなさい。僕、スナギモの時はあったんですけど。スナギモの時ないだろ。はい、コリコリしてる。うまいよな。いや、スナギモ食いて。転がりすぎですよ、話。いや、スナギモ、まあ、うまいですね。好きやねんな。いや、焼き鳥屋行きたいな。いいね。うん。行くか。行きましょうか。ちょっとじゃあ、次のやつ、うん、あと一匹掘り出したら、うん、行きます。焼き鳥屋行ったらダメだよ。最後まで頑張ろう。すいません。はい。いや、でもそういう、外で飯食ったりとかあんま最近行けてないですからね。そうやな、俺もそうやわ。うん。そう、僕はまあ、その吉野家とかは行きますけど、うん、そうやね。いわゆるみたいな。うん。あ、でもこの間、うん、その、カメラマンと、はい、魔人と別々で焼肉行ったんですよ、うん、その時具志堅と坂田と行ったんですけど、はいはいはい、ライブが春組織具志堅のコンビと、うん、僕らスタンドアップ講義っていうんですけど、うん、かぶってて、はい、でご飯までの時間2時間ぐらい空いて、うん、でちょっとパチンコ行こうかって言って僕パチンコ一緒に具志堅と行って、おう、具志と、はい、うん、そうです、で坂田は18時の焼肉屋集合だったんで、それまで時間潰しでパチンコ打とうって言って、僕が最初当たって2、3連ぐらいして、で、その後具志堅が結構当たって7連8連ぐらいいいねして、もう結構テンション上がってて、うわ、うわ、これすげえみたいな。具志はだってあんまりパチンコとか、パチンコはほぼないです。2年前に坂田と具志堅と一緒にご飯行った時に、帰りにちょっと打って、はい、その時負けたんですけど具志堅、まあ僕らのお金でやったんですけど具志堅楽しかったって言ってたんで、お、楽しかった、はい、じゃあ当たったらもっと楽しめるだろうな、確かにね、それイライラしくて、うん、で、そしたらめっちゃ楽しそうにしてて、で、終わった後、いや、これすごいっすね、おこんな楽しい、楽しい、リゼロをやったんですけど、おリゼロ見ちゃうな、ね、みたいな、あ、アニメを言ってて、
3日後ぐらいにあったらリゼロ13話分見てたらしいんですけど、うん、ドハマりしててハマってるね、はい、ただまあそこはそこで、まあ、パチンコあるあるじゃないですか、うん、アニメ好きになるみたいな、うん、その後焼肉屋行って結構いい焼肉屋で、うん、結構いい牛カツのシャトーブリアンのね、うん、サンドみたいなやつがあったんですけど、うん、それ坂田と、まあ、僕と、うんまあ、みんな食って、うん、坂田がうまこれみたいな、うん、カツサンドマジでこんな贅沢っすねみたいな、うん、こんないい肉をカツサンドにするって、うん、みたいなわーっていろいろコメントしてくれて具志堅は結構無言で食って、うん、美味しくないみたいな、うん、いや美味しいっす、うん、で他の肉とかも食べて、はい、あんまリアクションない美味しくないよ、うん、いやいや美味しいんですけど、うんパチンコが楽しすぎてあんま味わかんないっすそんなことあるんだ、はい、そこって別の脳やなんどうなってちょっとだけカツサンドひねってたんですよ身口してるのちょっとだけだからめちゃくちゃちょっとまたね具志堅の一人で行ってんじゃない、うん、でも一人で行きたいって断言しましたあいいことかもしれないな、うん、どうでしょうかねダメかもね、はい、分かんないですけど、はい、いやでもやっぱ具志堅とご飯行ったら何かが起きるんでいやいいね、はい、具志はちょっとなんかそういうとこ変わってるから、ねうん、いやそうですね、うん、はいまたね、はい、ということでまあ立派なさなぎが出てきてくれました、はい、いやだいぶ前の話さなぎ出たけどもすいません、はい、ちょっと話したくなっちゃっていやいいね、はい、いやそういいな具志堅やっぱいいですよね、はい、平岡さんも行きたいですねまたああいいねカメラマンご飯でああ行きたいです、ね、行きましょう、はいはい、という予定も決まったところで、はい、次お次がヘラクレスはい、はい、ヘラクレスですね、うん、の 139g、はい、いいですね結構でかい、はい、これはどうだ何とも言えないこれどこあサナギかもかもしれないとはいちょっとでも全容の可能性もあるんでちょっと削り式でいきますちょっと怖いな、はい、いやでも多分まあこう溶質の感じも見られるんで、うん、多分全容だと思うんですけど専用かサナギか、はい、かサナギかまあ僕間違えないんでね間違えないかな孵化してる可能性あるって言ってたけど幼稚園めちゃくちゃ間違えてたよいやでもどうだろうなちょっとドキドキだな、はい、サナギだった時やっぱ130超えてる子まあでもこれはね側面ぶつかってるとかないんで そうですね、そんなに心配してないんですけどさあおーでも陥没してますねすごいねやっぱり引きずり込んでる、ね、はいここですねこんな削れるんですけどね上はもうほらどん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 残ってる場所があらわになってきます色味もなんか変わってるんでね、はい、いいぞいきます、はい、一撃でいけるパターンだおおどういうことだ一撃でいけるあでも、はい、言葉の通りですはい、ほらおお来ました逃げ切でしたけど、はい、どうだあうわサナギかサナギだ見えるあサナギ見えますねサナギですねすごいちょっとドキドキだなどんな感じやちょっとどうしようかひっくり返そうかなはいこの状態で、はい、ひっくり返して出しますはい、はい、しっかり固まってそうなんでそうやったな、はい、なんか奥に見える感じははい、ここですねうわうまいことするなこいつちょっとしか見えへんように綺麗に洋室は作ってそうな気がするけどないきますどうだおおすごいすごいめちゃくちゃ綺麗に綺麗にね、うん、いいウェーブのかかり方ですね、うん、しかもいやいいねこれ何なのオレンジになってるこれ多分金だと思うななるほどねキノコ金みたいな、すごいねうんいやでもすごい立派ないやそうですねヘラクレスですよ素晴らしいこれぞ綺麗だったよかった、うん、すごいもう太いね太いっすねうんおーおーうわーあこれは立派だ角太いな太いよねうわすごいごついなヘラクレスはごついっすねマジでこれは怖いわモグラビビるんじゃない確かに食べないでしょビビんないんだろうなビビんないんだろうな問答無用ないだろうなでも角も太いっすよ結構いや角太いよね、うん、ここのこれな
付け根のところ、うん、厚みすごいよね。いや結構綺麗そうだけどな。いいね、若干も気持ちね、こうウェーブ、はい、まあでもこれはこれでいいからな。そうですね、あとはどうなんだろうね。あとはまあ無事に入荷するのに乗って、はい、無事に入荷してほしいね。そうですね。さあ、で、よいしょ、すごいな。思ったよりしっかり、うん、もうちょっとぶつかってるかなと思ったけど、そうね、はい、大丈夫そうでした。ちょっと形を作り直しましょう。こいつに寄り合った形に。そうだね、こんなだって作ってるわけだな。すごいな、なんかでもギリギリやね。なんかこの子は洋室がさ、はい、なんか余白ある子いたりするけど、はい、この子まあパンパンやな。そうですね、気持ちちっちゃかったのかなぐらいの感じだったな。まあでもまあちょうどいいっちゃちょうどいいかもしれないですけどね。さなぎのどんぐらいなんだろう、成虫になった時、成虫になる前の、成虫になる時よりも 1.5 倍ぐらいのサイズ感な印象なんで。なるほどね。削って、はい、水分ね、はい、水分を、余分な水分を取っちゃうと。取る、よし、これで、はい、さあ、そっとね、さっと、はいはいはい、コロリンと、こんな感じで、うん、はい、これで、はい、まあ、あとは無事にさなぎになるの、ま、羽化するの待ちましょう。待ちましょう、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたって何。はい、分かんないから、いきなりのごちそうさまはなんもないです。なんもないよね。はい、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさま、何か食べたでしょ。何食べたの。すいません、洋室食べました。洋室食うな。すいません、唐揚げね。はい、唐揚げ弁当いただいて、はい、来ました。美味しかったです、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、なぜ言ったかっていうと、はい、ちょっとどこまで喋ったか分かんなくなったんで。俺もそうだよ。はい、すいません、なんか途中 で、ね、はい、はい、途中でちょっとご飯でいただきまして、はい、はい、残り4つ4つやっていきましょうか。やっていきましょう。サクサクやっていきましょう。サクサクね、唐揚げのように。あー、ジューシーやったね。はい、美味しかったですね。唐揚げはやっぱいいですね。あー、唐揚げ、うん、意外とずっと好きっていう。確かに子供の頃からね、うん、変わらずですね。でも僕小さい頃あんま唐揚げ好きじゃなかった。珍しい。そう、好きっていう感覚ではなかったです別に。唐揚げ出たら嬉しくなかった、ちっちゃい時。いや、出なかったな、マジで。あ、そうか、ごぼうばっかりだっけ。いや、おい、あたしんちみたいな感じでやんなよ。そういう日あったりするけどな。あ、まあ、ちくわとかね、ちくわがメインですけど、うん、僕んちあんまりなかったな、そう、唐揚げサクサクっていうか、作り置きみたいなのが多かったんで。宮崎やし、竜田揚げ。いや、そういうわけでもないな。何、チキン南蛮ですけど。あ、そう、チキン南蛮、うん、でそういうわけでもなしに、うん、結構もう僕置かれてたんで、その家にいなかったんで、うん、親がと両方夜までいないんで。あ、仕事でね、はい、だから作り置きが多かったかな。あ、なるほど。鍋とかだから、そういう作り置きでも美味しく食べれるやつが多かった、系が多かったんじゃないですか。だからなかったのかもしれないです。な、ね、はい、複雑な家庭だったということですね。複雑骨折家庭です。いや、痛いよ。治る。いや、治んないんじゃないですか、何この話。はい、ということで次、はい、残り4つのうち、うん、あ、もう全部ヘラクレスか。ここからは、こっからヘラクレスです。なるほど、はい、で、これが135お、うん、ですね、ですね、はい、さあ、サナギかどうか。どうでしょうか。あ、サナギです。おー、サナギ。はい、で、こいつに関してはちょっと頭の方ちょっとぶつかってんすよ、斜め来てて。なるほど、頭がぶつかってんの、うん、そう、だからちょっと心 配ですね。つま曲がりの可能性もなくはないけど、多分サナギなんですよね、こいつは。はいはいはい。なんで、ひっくり返していきましょうか。はい、よいしょ。さあ、どうでしょう。さあ、曲がってなければいいけどな。そうですね、曲がってたらね。まあ、曲がってたで、ね、やばそう。向きやばい。やばそうですね、角度やばいぞ。お尻プリッと、これやばいね。この角度やばいね。絶対絶命っていうサムネになってるかもしれないです、この角度。はい、怪しい、これは。さあ、どうだ、頼む。 135g だから、うん、まあぼちぼちでかいんで、うん、角も結構長いタイプだったらね、危ない気します。そうよね。さあ、いきます。どうでしょうか。はい、お、お、綺麗。おお、まっすぐ行った。よかったよかった、すごい。幸いそんな角長い子じゃなかったんで。いや、そうやね、よかったです。自分で理解してたのかな。確かに
長くないよと。俺はそんな長くないぞ。ないぞと。ならこれぐらいでいいか。うん、よかったよかった。いやよかったね。うん、その体がでかいですね。体ごっついね。うん、かなりごつめな体で。いやかっこいいよ。でも。うん。感じのね。はい。こういう感じもねまたいいよね。いいですね。うん。まあ、羽化してきた時にどんな感じになるか、そう、まあ、無事に羽化してくれれば万々歳ですが、うん、そう綺麗なサナギですからね、うん、大丈夫かなと思うんですけど、見た目のね、うん、綺麗さはすごいあるよね。そうでもそういう子でもやっぱ欲しいなったりとかしたりするんでね、うん、もう本当なんか若干、ね、若干のまあ体液というか中の細胞のが途切れるというか、とかもあるかもしれないです。もう目では判断できないような部分でね、はい、うん、あるのかもしれないな。はい、さあ、これは優しく。はい。あでもでかいけど、でかいね。かっこいいですね。うん。ごついね。うん、体ごついな。体ごついですね。角、うん、もまあ太いし。そうですね。うん、ちょっとこう横に反れてますけど、うん、それが羽化した時どうなるか。はい。はい。素晴らしい。いいね。どん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 行きましたね。はい、いい感じじゃないですか。次が 133g、 ちょっとちっ、さっきの声がさっきの声ちょっとちっちゃい。もうこんな 130g なんて3年前、うん、なかあんまりいなかったですからね、多分。もうその時だともう期待の新星だった感じですか。そうですね。それがね、今では今では20とかですか。はい、220とか。いや、155。ごめん、ごめんね。はい、うん、それはちょっと、うん、勘弁してほしかったです。はい、適当なこと言っちゃう。でもゾウカブト、レックスゾウカブトが220でしたね。そうですよね、うん、っていうイメージがあったんで、記憶に。 あ、はい、あったはあったの、うん、あったから、はい、ちょっとレックスゾウカブトかよって言ってほしかったな。いやいやいや、そんな、いや無理ですよ。そんなん言えるわけないでしょ。勘弁してください。あ、ごめんなさい、はい、すいません。次これですね。はい、気を取り直してレックスゾウカブトかよ。いやー言っちゃった。遅ればせながら、はい、全容でございます。はい、全容です。今回はね。はい。これすごい綺麗では。うん、めっちゃ綺麗や。はい。そう。はい、おお、おお、いますね。なるほど。お尻をね。お尻が見えます。さあ、ちょっと見てみましょう。さあ、はい。はい。見事。いいね。いい全容や。いい全容ですね。うん、うん、あでも体の傷とかもないんで、うん、無事に今んとこ順調じゃないですか。いいね。はい、さあ次見ます。しっかりね、異常な水分を拭き取ることで整えていくと、はい、整えます。そうですね。カブトムシとかけまして、よういった、皮膚をかきます。その心は。いやいや、書いてたから。どちらも世界最大でしょう。何言ってんの。どちらもカブトムシをヘラクレスって言ってないし。まず何言ってんですか。なんで自分から言ったの。いや、まあ行きたい気持ちとかが出てきて、うん、いやこれでも僕のせいじゃないと思うんですよ。唐揚げです。唐揚げが交差してる。唐揚げこう満腹っていう満たされが交差、ね、してるんで、皆さん気をつけてください。唐揚げ、唐揚げが悪いわけじゃないんですからね、はい、一応言っておきます。美味しいですよ、はい、唐揚げは。唐揚げめっちゃ美味しかった。はい、唐揚げ取りつかれてる。いやでも美味しかったんですけど、うん、ちょっと食べ過ぎましたね。だから食べて、マジの話、食べてほんま一瞬で寝だしたよな。赤ちゃんかと思ってるけど。いやマジで5分後ぐらい寝てたよな。はい、いやもうご飯食べた後寝るっていうのは決めてたんですよ。ああそうね、ちょっと胃が整うまでの。ああ、ちょっとね寝るっていうの決めてたんや。はい、マジで一瞬で寝たな。やっぱ寝れる時寝とかないとと思って。なるほど。はい、そしたらなんかなんでなんですかね、なんか今ふわふわしてます。まあちょっと寝てね、まあ寝起き、まあ、寝たっても10分15分とかやけど、はい、はい、まあそれでちょっと頭がな。そうですね、夢の中なのかもしれない。これ夢の中なんじゃないかもしかしたら。あれちょっと確認した方がいいかな、うん、まあちょっと痛々しいのあれ YouTube ってあんまり良くないんで、はい、うっせないかもしれないですけど、うん、ちょっと確認していいですか。お願いします。なになに、どこどこつれてんの。あ、夢だ。いやいや、痛み分かんないでしょ、柱。こいつの痛み伝わんないから。あ、でもよかった、俺っぽいわ。
確かに、はい、めっちゃぽいわ。はい、良かったです、はい、ただいま、あ、帰ってきました、はい、ということで、はい、次、お、これ 144g、 お、ごつい、これごついな。ちょっとまずね、どうでしょう、サナギだったらね、あ、待って、あ、全容だ、全容か、すみません、まあまあまあ、ちょっとサナギ見たかったかもしれないですけど、でもまあ全容でもね、はい、そうですね、元気そうなのを確認したいね。そうですね、じゃあ行きます。はい、どうでしょうか。あ、ここですね、ここですね。で、ぶつかってもないからこのままでも良さそうだったんですけど、まあ、洋室全体をちょっと見てみましょう。はい、はい、さあ崩れました。はい、おい、おー、でもでかそうだぞ。でかそうな、うわ、まだ全貌は明らかになってないね。さあ、行きます。はい、はい、おー、でかいね。やっぱでかいな。でかいっすね。え、全然さっきの134ぐらいのこと、確かに全然違うね。全然違いますね。せっかくだし、僕こういうのやんないんですけど、ちょっと測ってみますか。お、全容でもね。はい、さあ、これでちょっとね、測り持ってきまして、144g、 144からどうなってるか。129、8、128、8ですね、はい、になったみたいです。やっぱまあちょっと下がるもんな、まあ、まあ、やっぱ中のお腹の中の糞とかを出すんで、そうだね、になる前に。だからまあどうしても落ちはするんですけど、だからこれぐらいがどうなのかっていうのは全容で、過去にどれぐらいだったのかっていうのがないともう分かんないよね、うん、そうですね。だから僕は、うん、はい、ちょっとこっち向けてもらっていいですか。向けてずっとだからまあ結果的に言うと分かんないです、うん、分かんないよな、はい、思ったよ、俺も、はい、だから他に逆にどうでしょうか。どう、教えてください、はい、全容でね、測ってる方がいらっしゃれば、ね、お、この全容でのこの大事ならこれぐらいですよ、うん、このぐらいのイメージですね、みたいな、うん、あったら教えてください。そうやな、思っててもう、はい、全容で大体こうなんですっていうのないんやろなって。はい、ないです。やっぱそこが一番安定はするんでしょうけどね、うん、まあ、そうだな、最終的な体重ですからね、うん、下がってこれぐらいなんですよね、はい、まあ、一応書いとこうかな、全容129と、うん、まあ、今後の参考値になるかもしれないしね、はい、しっかりね、あー、いいね、ぷっくりしてるな。いや、うん、そうですね、うん、すごい肉厚でジューシーね。いや、そうね。ご飯食べた後の感想をやめてください、もう。唐揚げ唐揚げに聞こえてくるんで。いや、でもよかったよかった、元気そう、はい、で、傷もなさそうで、うん、綺麗ですよね、うん、すごく、はい、これも土か、土がちょっとね、塊がついてはいましたが、はい、さあ、あー、うわー、あー、いいね、いいね、お伸びおいしょ、ほら、これでどんどん上上がってくるんでね、すごいね、やっぱ伸びる力、144、ちょっと楽しみですね。楽しみですね、うん、まあ、無事にウカスの祈りつつ、はい、この中に、まあ、2ヶ月弱いてもらいましょう。はい、2ヶ月と言わないのか、こっから2ヶ月ちょいって感じかな、うん、ウカするまでは。さあ、そしていよいよラストです。ラスト、あ、固っ、すごいね、カチカチですよ、ほんとにごついから、はい、固めるのもうまいんじゃない。あるんですかね、なんか体重が乗ってっからな、まあ、確かに体重乗ってるとやっぱ打球も飛びますしね、やっぱそうよね、うん、野球の話ですけどね、はい、今のはだから結構飛ぶと思う、飛ぶ、野球に持ってかれすぎてるね、うん、あ、すいません、うん、持ってかれちゃってる今日、いろいろ、はい、昼間言うとりますけども、はい、はい、ドラ1候補です、はい、西武1指名だと公言一応してるんでね、あとはどうなるかわかんないですけど、はい、次、ラスト、これが、139、これもでかいですね、はい、大きいね、うん、最後、せっかくはサナギ見たいけどな、確かに、あ、これちょっと分かんないやつだ、あ、サナギだ、何なの、え、何なの、演技、いや、違います、何なの、分かんないな、あ、サナギだ、いやいや、そんな演技するわけないじゃないですか、マジっすか、うん、違ったんやろうけどな、本当に多分ほんまやったんやろうけど、はい、じゃあ、演技でやりましょうか、あ、いいね、はい、そう、いや、多分どうですかね、幼虫、いや、ちょっとこれサナギかどうかわかんないんですけど、はっ、サナギだ、いや、そこだけの声色、違うねんあ、うん、すいません、おかしいからね、あ、飼育本買ってくださってありがとうございます、このタイミング、ありがとうございます、ありがとうございます、概要欄から買えるんで、はい、よかったら、僕が飼育本出してるんで、よかったら、はい、すごいですね、これね、
下からは側面から下からは見えないんですけど、はい、側面がそうでしたね。そうちょっと心配なやつで、うん、ぶつかってるってこと、はい、だからぶつかってそうなんですよね。まあこっからねちょっとだけ見えたんですよさっき。ちょっと今見えないか。そうですね、はい、ちょっとどうなのか開けていきましょう。でもさなぎだったんで、はい、動画的にはね、そうですね、最後さなぎでいい感じになるんじゃないか。鳥を飾るのはこの子。そうですね、さなぎになってます。どっちだ、どっちかどっちが分からへんな。ケツ向いてるのか、まあ、こうかな。感じ的にはそんな感じはしますけどね。さあ、いきます。どうでしょうか。はい、あれ、どっち、あ、こっち行ったか。ここにいますね。あ、こっからこうか。なるほど。じゃあ、意外とか、もしかして意外と伸びてくれてる可能性ありますよ。はいはい、はい、今までの感じで言うとどうでしょうか。ちょっとひっくり返しましょうか。はいこれ、はい、あ、あ、ぶつかってるな。ぶつかってますか。あ、どうでしょうか。どうでしょう。見えないですね。なんか先端が見えてるけど、どういう感じかわかんない。さあ、いきます。さあ、はい、あれ、あ、良さそうじゃない。良さげ。おおいいじゃん。いい感じにね。うん、はいはいはい。あ、まあまあまあ、ちょっとね、ほんと先端。そうですね、この足が、足の位置がちょっとずれてはいるけど、あ、そうだ、この羽、ここくぼんでるじゃないですか。確かにね、ここに基本はいるはずなんですけどね。あ、足を置く位置間違えちゃったのか。そうですね、なんかどこまでが許容範囲で、こなんかそういうのがずれちゃうと浮かぶぜになるとかなんかあったりするらしいんですけど、へー、僕はそこそんなに詳しくないんで。すごいね、これでもさなぎになってまだそんなにって感じ。そうですね、ちょっとまだやばいと思うんで慎重に。そうね、いやでも思ったより角いい感じの、うん、なんかいい感じのウェーブ感で良、ね、かったです。はいはい、優しくね。プリンを持つようにね、持つことないよね。まあそうですね、うん、あ、無理無理無理でした。はい、チャレンジしようとしてみたんですけど、リカバリーだったのかな。はい、はい、はい、これでまあどうでしょうね、うん、ちょっとね、その足のあれ、うん、心配はありますけれども、はい、まああとは無事を祈って。そうですね、持ちましょう。はい、思ったより角が太いですね。いや太いよ。うん、てかみんな太いけどね、うん、ちょっと今まだ柔らかいんで、うん、さ触りまくれないんですけど、まあ必要だったから、ね、はい、あんまり触れないんですけど、うん、普段触りまくっていいみたいな感じに聞こえるかもしれないんですけど、あんま触んない方がいいです。まくるっておかしかったよな。そう、ちょっともう見た感じは太そうな、太いタイプでしたね、うん、角が長いっていうより、はい、これであとは貼り直して、はい終了かな、どうだろうな。いやー、終わるかね。いや、終わんないんじゃないかな。19?17? はい、17です。17いたもんな、はい、まだまだ。そうっすね、終了です。終わったよーい。いや、結構なね、はい、作業量でしたけれども。そうですね、思ったより、まあやっぱちょっと慎重になったりはするんで、うん、いや、良かったんだよね、はい、まあそうですね、はい、なんで、こっからこれちょっと戻して、あ、戻すというか、せっかくなんで全部一回広げましょうか。広げ、はい、あ、完全に理解してるみたいなので、はい、じゃあ行きましょう。はい、行きます。皆さん中指と親指の力借りてもよろしいでしょうか。参ります、せーの、はい、はい、全貌が明らかになりました。何か、どういうこと。すいません、ちょっと、いや、一回ごめんなさい、はい、ここに後ほど今日人工室に移した子たちを並べて見比べてみようかなと思って、はいはい、あ、なるほど、はい、それを全貌って言ったんですけど、はい、ごめんなさい、あと一匹だけやっていいですか。ああ、どうぞ、はい、いたので、はい、だから全貌を明らかにする途中にいたんですよ。なるほど、ちょっと待ったって言ってこっち来たんで、はい、自らね、はい、そんなわけないよ、はい、選んで取ってきたから。いや、選んでないです。選んではない、はい、勝手に出てきました。勝手に、ね、ハリーポッターの本みたいな感じで、ハリーポッターの本ちょうどあそこからハリー、おー、あ、開いてる。なんかなかったでしたっけ、魔法で本出すみたいな。なんかよくあるから、そういうシーン。あー、うん、どのこと言ってるの。あ、じゃああれな、違うポッターかな。何違うポッター。違うポッターかもしれないです。あと他で有名なポッターっている？コンポッタージュ。コンポタージュね。あれコンポタージュ。あ、すいません、ちょっと早がりすぎちゃったんですけど。いや、分かったよ。
超低空飛行やいやまあね、梅雨の時期のツバメ言うとりますけども、見事です、はい、これね、はい、これが溶質が9月4日に確認できてて、はい、これ何ですかね、まず、これヘラクレス、ヘラクレス、これヘラクレス、ヘラクレス、はい、で、確認してるみたいで、ほう、ただちょっとね、今これ全容てか溶質が僕分かんないんですよ、ほう、その時確認できたみたいなんですけど、ただまあ一応ここかなみたいな、なんかね、跡っぽいのがある、はい、はここすいません、なんか ラジカセみたいに持っちゃってますけど、いやそれなんかアメリカンのやつだ、アメリカンのやつだ、持たないからラジカセあ、マジですか、みんな持つじゃない、あ、そうか、当たり前じゃないんですね、すいません、アメリカンのやつね、これここだと思うんですけど、で9月に溶質確認できてたら、まあ、はい、1ヶ月経ってるんで、まあサナギになってると思います、はい、サナギか間違いなくもう全容ではあるんで、はい、そうだよね、そのまま、はい、データだとひっくり返してみましょう、はい、いましたか、お、全容ですね、あ、本当ですね、あ、やっぱここでしたね、してますね、はい、お尻だけでね、ちなみにこれは 126g、 うん、さっきの子より10ちょい軽い、ね、さあ、はい、でもでかいね、立派です、うん、でこれぐらいでどうなの、体重測ってみたら、確かに幼虫の時のね、そうですね、体重は126で、まあ、10ぐらい、10ちょい、うん、違いましたけど、そうですね、先の方が129、うん、そうですね、で、こいつちなみに 126g ぐらいで、だいたい僕ん家で言うと、印象で言うと150、うん、後半、中盤から後半ぐらいのイメージです、大きいね、体重は、はい、うん、さあ、それが全容がどうか、あ、ありがとうございます、はい、さあ、行きましょう、お、122、7g 差、意外とそんな差はないかな、そうやね、ちょっと縮まったね、うん、やっぱここでの差もあるんやな、ありますね、うん、すいません、3匹アリがいたんで、激アツいっすよ、これいや、具志堅来ちゃうんでそんなこと言ったら激アツ演出とか言ったらそうだね、今頃売ってるかな、なんか、15日撮影予定だったんですけど、具志堅が、すいません、その日ちょっと難しくなってって言ったんで、うん、もしかしたらパチンコを打ちに行くかもしれない、いや、そんな日予定立てへんの一日、前から決まってた予定まあまあ、多分ライブが入ったでしょ、まあそういうことです、はい、そりゃそうでしょあ、でも122、だから意外とこっちの方が差は一応、そうですね、まあ全容がなってからももしかしたらちょっと差があるとかあるかもしれないけど、うん、まあ今の時点では、うん、まあグラム数はそんなに落としてないね、そうですね、こっちの方が、うん、その体重は落ちてなくて、うん、意外とだから差はなかったですね、144のこと、はい、なんかまあでもそういうのが関係するんでしょうね、うん、全容でどれぐらい差が出るかというか、うん、だから意外と体重の割に大きかったってやつは全容の体重がしっかり乗ってたとか、うん、そういうことかね、うん、かあとは大きかったのにっていう、うん、そうですね、あとはもしかしたらまあそのマット交換のした後にバーッと食ってくれて、はいはい、ちょっと体重伸びてたパターンとかね、はいはい、あるかもしれないですけど、さあこれで、はい、いいね、うん、頼むぞ、おお、あ、もう一回、あと、おもう一回いけるよ、本来であげてくださいもういけるよ、限界超えてみよう、あと一回、いや、もうちょっとやめてあげてよそんなやるから言わなくても多分あ、そうか、はい、ちなみに今まで交換してた子は基本去年の6月ぐらいだったんですけど、この子だけちょっと遅れた去年の1月ぐらいです、ね、あ、遅れてますね、そうですね、ゆっくりと、だから、1年と9ヶ月ぐらいかな、うん、すごいね、はい、2年弱で2年弱、やっぱ2年かかるパターンの子もいるんでね、すごいな、はい、そうですね、兄弟でもそんな差が出るんで、はい、これで、はい、これでバッチリ、はい、これで、そうですね、交換したのは、はい、16か、16になりました、合計、前編後編で、はい、はい、で、ここに全貌をやらせていただきます、はい、お願いします、すみません、再びですが、中指と親指の力借りてもよろしいでしょうか、お願いします、いただきます、せーの、はい、はい、見てください、素晴らしい、圧巻、すごいね、素晴らしいですね、うん、意外とこう見たらサナギ多かったですね、いやそうよね、うん、もっと全容の子が多いかなと思ったけど、そうですね、圧巻のね、圧巻のラクレスゾーンから、はい、こう見たらね、まあ、こっちがまあアトラスコーカサス、はい、で周り1匹だけだからこいつだけ、
これセプテンか。セプテンですね。はい、はい、セプテンの幼虫、これ 80g 台の幼虫と 100g 超えのヘラクレスの幼虫、やっぱ差がすごいですね。すごいね。うん、いやすごいわ。はあ、全然違うもんね。全然違いますね。サナギでもね、ヘラクレスと、確かにな、これはコーカサスです。全然ね、違うし。違いますね。すごいよ。はあ、すごいね。素晴らしい。だこれこうなるわけですかね、こいつがこう。どうなってんの？ね、わけわかんないな。足の位置とか全然違うやんか。はいはいはい。こんなとこについてたら、もうお腹周りにやるしな。そうっすよ。だからこいつらとかはね、もうあともうちょっとでサナギなんですけど、うん、もう多分サナギの形が中で待機してるんでしょうね。もう出てくる前。はい、サナギの皮が。不思議です。不思議でしかないわ。いやでもすごい、すごいですね、うん、これはでもやっぱ、まあ、人工衛星に移す時にしかまあ見れないんで僕は、はいはい、まあ、露天掘りは基本あんまりしないんで、うんうん、する時イコールもう飼育スペース確保で人工衛星に移すことが多いんで、はい、やっぱこう、この機械じゃないと見れないんで、はいはい、いや、いい機会にはなりましたね、僕も。なかなか見ることないもんね、うん、本当僕はこの辺はね、まあ、初めて見ましたね、はい、そうですね、はい、立派な、こう見たらこいつが一番でかいですね。そうやね、うん、頭の角的にも。この辺はアトラスか。これ、ここまでが、ここはコーカサスかな、うん、そうですね、で、こいつだけアトラスです。これがアトラス、ね、はい、まあ、横にちょっとシュッとしてる感じか。やっぱまあ、細いですよね、細いよね、ちょっと、はい、うんうんうん、スッとして、まあこっちとこっちで言ったらこっちの方が大きいですけど、サイズは。サイズは大きいけど、はい、なんか細身な、スラッとしてますね、なんか下地で、はい、モデル体型。まあでもサナギだけで見たらまあ分かんないですね。いやほんまやね、うん、なんか見比べたらコーカサスの方がちょっと太さを感じるかなぐらいで、うんうんうん、ですね。で、みんなサナギはちょっと角短い系ですね。ちょっと普通の太い系っていうべきか、ね、 太, ね、はい、太くて短めな感じですね、うん、が多いかな。はい、はい、長い子は長くなるんでね、うん、まあ、そこも含めて、まあ、あとは無事に復活をちょっと祈るのみになりますが、うん、はい、これで以上ですね。はい、はい、いやどうでしたこれ、平岡さん。いや本当にね、美味しかったね、唐揚げ。いや唐揚げの話またするんかい本当に衣はサクッとあら、揚げ上がって、あ、浴びて、はい、浴びたね今ちょっと浴びって言ったけどあ、まあ、ちょっとだけですけどね。衣浴びるのやめた方がいいよ僕が衣の頃は、で子供ね、うん、はい、結構衣って、はい、油で揚げられてたんで、いや拷問ねよくこの体勢いるね、この体勢整ってるな、すごいわ。あ、もう唐揚げ美味しかったですね。美味しかったですけど、はい、まあ、前編後編でやったんでね、平野さんは、はい、いやでも本当良かったですよ、うん、まあ、前編でも言いましたけどね、はい、見れない、あんまり見れないというか、うん、僕改めてこう並べてみて不思議やなっていうのをすごく感じましたね。確かにずっと言ってましたね、動画界で、うん、不思議な、どうやってこうなるんやみたいなっていうのを思うな。まあそうですよね、もう本当面白いね、うん、面白いですね、うん、不思議な、はい、まずこの幼虫からサナギになる時とか、はい、サナギから成虫になる時のやつ、タイムラプスでまとめた動画もすごいね、クワカブの部屋の過去動画にあるんで、はい、はい、まあ、1300本ぐらいしかないんで、そこから探してみてください。いやすごいよ、めっちゃあるんだよ、もう大ベテランのアンダスだよね確かにマジであと600本、700本か、うん、すごいよ、2000本までね。確かにな、ちょっと来年、再来年までですもんね、はい、再来年までかかるかもしれないですけど。そう、はい、再来年まで、やめんの。いや、やめる予定はないですけど何、再来年までですよね、はい、いや、再来年で2000本はいくんで、はい、なるほどね。まあ、その時はまた盛大に会いましょうか。はい、そうですね、グラウンド、グラウンドでなんかクワカブの動画撮るか。あ、その時に、はい、2000本目、2000本目、ああ、あんだ、はい、で、花束渡すわ、花束渡さはい、はい、もうちょっと2000本目の動画も決まったところで、はい、はい、平岡さんと一緒にやれて僕も楽しかったんで、よかったです。あとはまた羽化するやつとかも平岡さん撮れたらいいですね。いや、そうやね、はい、見たいですね、うん、だからもうちょっと祈るしかできないですけど、うん、全容の子はまあ無事にまずサナギになることと、はい、サナギの子はまあ羽化することをちょっと祈って、はい、引き続き気にかけてもらえたら嬉しいです。お願いします、はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。